おはようございます。ザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野が今日も皆様にコミュニケーショントレーナーとして一つコミュニケーションの重要なテクニックをお届けしたいと思います。今日は9月は29日木曜日です。曇りですがいい日ですね。はい、今週はですね、坂本先生、私の恩師ですが、坂本先生の作られた一つのシェーマ、図表をもとにですね、皆様に人間が成長していくにはどのようなステップがあるのかというお話をしてきました。仕事をしてそれができるようになっていく、人間として成長していくにはですね、この一票でそれを束ねてるんですが、何をやるかというナレッジですね、やり方を、そのやり方をですね、知ってただけでは何も結果は出せませんが、それをどうやってやるかというですね、ナレッジ、知識をどうやって使うかという使い方がスキルと言います。スキル、職人ならですね、最低でも5年間そのスキルを磨いて、しっかり包丁なら包丁、しっかり料理をする方法を体で覚えていくわけですよね。はい、それがスキル、はい、ナレッジとスキル、ナレッジとスキルがあっても、それだけではですね、素晴らしい一流人には育っていけません。3つ目、もう一つあるんですけど、3つ目がですね、マインドと言ってですね、志なんですよね。その人の志。私は15歳で職人の道に入りました。その後方向を変えてですね、学校に行って、まあ一般のサラリーマンのような人生を歩んだわけですが、15歳で職人の道に入った時ですね、こういうマインドで入りました。東京に出てきてですね、そこそこ食える人間になるんだと。そのためには手に職をつけなければならない。今15だけれども、20歳を目標にのれん分けをしてもらうんだと。のれん分け、そういう約束のもとに都会に出てきてですね、頑張りました。まあ皿洗いとかですね、基礎の1年間で方向転換していったわけですけれども、その時ですね、一生懸命やるその原点はですね、20歳でのれん分けをしてもらってですね、ここのそのレストランチェーンのですね、やり方を徹底的に体に身につけてですね、一流の板前、一流の店長になっていくんだというですね、志があったんですよ。これをマインドというんですよね。このマインド非常に重要です。サラリーマンもですね、42歳までに課長になるんだと、50万円に役員になるんだと、少なくともですね、常務とか専務とか副社長とか社長を最終的には目指すんだというような、そういうですね、目標、マインドを持っていると持っているか否かでは全然違います。はい、ナレッジがあり、スキルがあり、マインド、この3つをきちっと整理して、常に自分に言い聞かせながらやっていれば、全然違う一流人ができていけます。明日はですね、人間力についてお話しして、それで終わりにしていきます。さようなら。